赤市市立文化博物館は兵庫県赤市市にある博物館。1991年に開館した常設展では赤市の歴史を8つのテーマで紹介する。春、秋、新春の特別展のほか郷土作家シリーズと称して赤市にゆかりのある作家を紹介する企画展や小学校中学年の社会化を対象とした暮らしの移り変わり展などを開催している。 体験学習室では、火起こしの体験や、十二単、鎧の試着もできる。地上二階建て、赤石駅北東に迫った大地のすぐ上に位置するため、南側の道から向かうと、城のようにそびえる建物が印象的である。2007年度より、赤石市は指定管理者制度を導入。野村工芸社と NTT ファシリティーズの共同事業体が、管理運営を開始する。その後、 2010年度より、神戸新聞事業者、神戸新聞地域創造、NHK プラネット近畿創始者の共同事業体に変更された。期待される新たな取り組みは以下である。開館時間の延長、特別展覧会開催中の託児サービス、年間パスポートの発行、利用者の会員化、当該団体の所有する技術や資料を活かし、映像アーカイブスなどのデータを公開など、 ミュージアムカフェレストラン、小屋赤市の明けぼの大昔の赤市機内への入り口、赤市赤市の焼き物赤市の農業赤市の漁業、赤市城と城下町のビル区赤市など、ありがとうございます。